日本上陸25周年を迎えるエスチックサロンゲランパリ、2013年10月13日に帝国ホテル大阪にオープン。早速ミキ TV がそこに侵入していました。白とグレーで統一したラグジュアリー感あふれるエントランスにはゲランのコスメがずらりと並ぶ。私の心を魅了させちゃうわ。店内には完全個室のトリートメントルーム、リラクゼーションルーム、ナノスチームサウナ、ウェブバス、トリートメントスチーマー、そしてパウダールームが完備。トリートメントルームで特製のマッサージを受けてみたり、気持ちいい。帝国ホテル大阪限定のサロンメニュー、ルッタンアンペリアルも、私も受けちゃうわ。ウェブバスはヨーロッパのハイドロテラピーと東洋の壺療法を応用した浴槽。穴から気泡や水流が出て全身の壺を刺激して血行を促進させちゃう。見ているだけでもとってもリラックス。発汗効果や代謝の促進、美肌効果にバッチリの最新型トリートメントスチーマー。このマシンに入ってみたいな。エステの後はお化粧をしてそのままお出かけできちゃう。もちろんコスメが揃っているので手ぶらでも全然大丈夫。そして2013年11月1日から12月30日までの究極の限定宿泊プラン、ゲランプルミエルビューティースイート。1泊1人25万円で憧れのゲランルームに泊まれちゃう。今日はこの目でチェックしちゃいました。考えただけでもロマンチック。エステ後の夜景にシャンパン。消えないんですか？遅いので、シールなんですけれども、レイトってシールです。何ですかこれ、自分で書いたんですか？シールですシールですね。それはどこで流行ってるんですか？どこなんですか？どこかよかったら個人的に流行ってるんですね。